村上義役は戦国時代の武将、野島村上氏の当主、吉政の着手、父の創生後、家督をいとこの村上武義と争った。義役について抜越録では村上武義と家督を争い、武義が勝利したことが簡潔に記されている。抜越録より後に編纂された付録ではもう少し詳しく記してある。これに売れは。 義役は、病身で、首相の器ではなく、吉政氏後に、一族は竹吉を後継者にしようとしたが、家臣の村上義輝は納得せず、戦争となった。竹吉は、当時、幼稚だったので、竹吉のおじの村上高茂が代わって、軍を率いて戦い、京都を退治した後、肥後国で肥後菊池市にかくまわれていた竹吉を迎えて、家督を継がせた、とされる。 利益と家督を争った竹吉は、天文2年に生まれているので、両者の争いは竹吉が幼稚ながらも、旗頭となれる頃の年代、天文10年前後と推定されている。この頃、野島村上氏は、大内氏と敵対関係にあった。天文10年1月、野島及び因島、来島の村上三氏は、友田京富士の支援に駆けつけて、五福島沖で、 大内氏と交戦している。これに対し、同年6月から7月にかけて、大内氏家臣、小原高志名や白い田種らが、三島、天崎、岡村、野島、印の島など、芸予諸島の島々における、村上諸氏の拠点を攻撃した。またこの前年の天文9年にも、小原高志名が、長崎与三郎や白い田種らと共に、靴那島周辺を攻撃している。 野島村上氏の反応内行動は、すでにこの頃には始まっていたのかもしれない。一方で、野島村上氏と見られる村上家門助という人物が、天文11年時点で、大内氏に属して活動している。野島村上氏は、この時期、大内氏に敵対する勢力と味方する勢力の2杯に分裂していた。義役らは、反対ない方の立場を取り、 村上家門助スケ親大内法の竹吉織立派と対立していたと見られる。芸与諸島の大島から眺めた中都島。野島村上市の本拠地である野島は、天文十六年四月時点では、大内方の手に落ちていた。しかし判断ない方は、中都島等によって抵抗を続けており、天文十五年から翌十六年にかけて、大内家臣、冷勢高との指揮下で、 白い坊種やの三し郎、三井金種らが、中都島への攻撃を繰り返している。この頃、来島村上市と見られる、村上衛門大部が、野島と中都の間を調停しようとしていた。この衛門大部の動きに対して、冷勢高豊は、まずは、中都州が、総国沿岸で行っている、俗戦を、行為を停止させるべきである、と書状を送っている。なお、 天文20年頃には、村上武吉が、野島村上氏の当主として、大内氏に扱われているので、同氏の内向はこの頃には決着していたと言われる。ありがとうございます。